じゃあ、とりあえずね、って感じで、何をしたっけ？ごめんなさい。前のね、臨界線の組み立てとか、終わりました、終わりましたとかね、今、アップロード、してる最中なんでね、とりあえずタイトルにもある通りね、あれ？俺、トレーニングじゃなく間違えて？合ってるわ。タイトルある通りね、アンパンマン列車は含め、四国に千切らにシール、剥がせる範囲でね、全部剥がしていこうかなと思います。まあ、なんで剥がすかと言いますね。まあ、正直、貼るの間違えましたって感じなんで、ね、修正していこうかなと思います。一応、とりあえず現状ね、四国に線形の方、なぜかね、ノートにも1枚貼っちゃってあるんですよね。これ気になってたんで、ちょっとこれも処理しつつ。完全にこれこびりついてねえか、大丈夫か。大丈夫そうですね。この辺ね、処理もしつつ、一旦キャットになってると。まあ、一応、アンパンマン列車に関してはね、修正できる範囲で全部修正しまして、一応、まずアンパンマン列車の、まあ、そうです、アンパンマン列車、全部ぶち込んで、そこからね、ノーマル車もぶち込む体制に移行しますんで、そうですね、せっかく貼ってるやつも確認しつつ、さばいていけたらいいかなと思います。では、とりあえず行きましょうかね。それと、アンパンマン車に関しては、現状そうですね、緑の南風3号、オレンジの6号、まあ、この辺はね、全然修正しないので、まあ、とりあえずね、できる範囲、少しだけ、まあ、修正しようかなと思います。ちょっとちなみにこいつらはね、確かに余ってるステッカーから取ってるはずなんで。この辺で足りるかな？ちなみにこれどこ行きだっけ？多分高松行きっぽいな。ってことはこれかな？そうですね、これっぽいっすね。よいしょ。ほいほいほい。あー、10分でした。これね、戦闘車のあの、非貫通の戦闘のライトレンズが結構取りやすいんで、それをね、一応ジップロック。まあ、取れてあの、はめるときね、なくさないようにジップロック入れてやつ。ちょっと邪魔なんですけど。で、個人的な話なんですけど、これプラ、多分ね、前回これ、インネター貼った子たちっていると思うんですけど、何本か車番変えました。まあ、なぜかっていうと、あの所属表記を全部確認したら、その時期的に、所属が合わない子たちっていうのが、なんかこうちらほら出まして、その子たちの修正も兼ねて、何本かね、訂正しております。とりあえずやっていきましょうかね。今回基本的に、あ、ちなみに中間車も修正しなくていいんで。これはちなみに、これ貼られてないっぽいな。そうですね、これ片側貼られてないっすね。あ、なるほど。ねえなと思ったら、こっちにがっつりくっついてるんですね。一応取っといてもいいし、まあ一度貼った子たちっていうのは捨ててもいいし、まあ皆さんのお好きなようにというところですかね。一応俺は取っとくんでね、基本的に戻すスペースがあれば。ちなみにこれ松山行き使われてんやな。じゃあ一旦ちょっとこっちに貼っとくか。ちなみにこれなんだろう。多分6号車っぽいんだよな、見た目的に。そして6号車の重積っすね。つまり誰か6号車の重積が盗まれたのか。まあいいけど。確かにそうっすね。一応なぜか2枚しか取られてないんで。もしかしたら誰か亡くなってる子もいるかもしれませんね。ちなみにこれは上階でいいんだよな。確か上階の、なんかだか、確か4号かな。一応上階4号自体は、ね。あれ？うわぁ、やらかした。いや、ギリやらかしてなかった。車番がね、2117号車ねえなと思ったら。2117って書いてなかっただけだった。よかった、やり直しになるかと思った。もうね、アンパンマン車これね、ノート破って書き直してるのも一部してるんで、めんどくさいんですよ、やり直したら。いやー、よかった、それだけは回避できて。一応2117号車なんですけど、上階4号の松山ですね。一応2号車重積と。ちなみにこっちは2000、そうです、こっち2号車の重積ですね。一応上階4号自体は N2 線形と、運転する確か5両編成ぐらいの運転になるんで、昔は3両っぽかったんですけど。一応それ再現できるしますんで。これ、上階入ってるわ。一応、今回本当外すだけだったんですけど、入ってるんだったら、つけてみましょうか。ちなみに、両数的には4両分ギリギリか。予備なしっすね。まあ、なくさないように気をつけてくださいね。まあ、なくしたでしょうね。最悪行き先、まあ、上階で松島とか。どこだか知らねえんじゃないかと。ちょっと歯折るか気になる。ニッパー、ニッパー。
そうですね、尺的にはまだ5分くらいなんで、そうですね、まあ多分この動画1本で、まあそうですね、必要最低限の修正だけは多分かけれると思うんで。そうですね、こっちはそうそう、号車番号すら貼られてないんで、なんか1個ずつ欠けてんの。ちなみに2号車10席丸々余ってるんで、よかったんですけど。あ、2号車だった。たまにね、号車を忘れる時あるんで、申し訳ないですね。まあ、こんなもんすかね。2号車自由席と。一応ね、ゆくゆくはこいつにも動力車そうですね、入れたいんですけど、現状そうですね、動力が今回ね、4台買って、1両がね、台車かけちゃってるんで、まあ現状ね、2両体制なんで、緑とオレンジで。だ結構ね、車体積み替えなきゃいけないんで、めんどくさいんですよね。思うんだけど、加藤がね、これ、思うんだけど、上替えセットって今あるじゃないですか、上替えとか四万十。確かに、ね、上替え四万十は2両編成っぽいんで。エロ本眺めるんですよ、こうやってあげちゃったけど。そうですね、上替えっていうの？わかんないんだけど。あ、そうか、一応これ上替えか。上替えと、確か、つい最近かな？先週ぐらいに、なんか車両故障が相次いだのか、運用ってか、足りなかったのか、確か四国2000キロ2両編成が、臨時で四万十かなんかにも入ってるはずなんで、そいつらもいるんで、正直言って、加藤がね、2両のこの紙箱で、俺ね、南部出してほしいんだよね、正直。南部ってか、四国2000系。そしたら俺多分ね、正直今、5箱は買います、最低でも。そして5箱買えば、現状、そうですね、白に1本入れて、7両編成2本に玉突きで入れて、予備でできるんで。だからね、正直言うとね、2両編成のね、俺、めちゃくちゃ欲しいんですよね、今この四国2000系のセットが。まあ、さすがに出ないと思いますけど。まあ、あと出るとしたらこれですかね。台車変わった四国2000系。確か今このアンパンマネッシュ含めて、台車がなんか変わってる子たちっていうのが一部編成いるんで、多分そいつらが、もしかしたら出るかぐらいですかね。まあ、もし出るとしたらですけどね。どうなんですかね、結構でも加藤の四国2000系人気ありましたからね。まあ、バリテンはね、加藤正直言うとね、あんまり、なんつうのかな、短期間で、なんつうの、その一気にスパパパーンってやる業者ではないんで。多分正直だけど、四国に線形、電力線形。あれが結構ね、短期間だと、個人的に思うんで。あれは結構そうですね、個人的には早かった方かなと思うんで。あれは良かった方かなと思うんですけど。でも次のアンパンマネーションの候補って四国に線形、N 二線形なんですかね。まあ、なんだかんだなんだけど、この二線形たちも、まあ、車輪的にはもうかれこれ、そうですね。本当に古い子たち、まあ一部廃車になったね、古い子たちが確か30年選手で引退したんで、多分今残ってるこの2150と17も、かれこれ、30年に近い選手になるんですよね。ちょっと後で車齢調べてみましょうか。これもさっきさ、片っ端しか貼ってなくね？そうですね、片っ端しか貼ってなかった。なんか今シールが1個余ってるのおかしいなと思った。
まあ、なんで今回に、ね、行き先やめて列車名にしたかっていうと、まあ、行き先にしちゃうとね、例えばなんですけど、まあ、下り列車の岡山行きとかで固定になるんですよ。だから今回、あえてね、列車名にすることで、まあ、なんつうの、その、ね、裏表、まあ、上り列車、下り列車両方ともできるように、今回ね、わざわざ張り替えてます。それ考えなしに、ね、今回行き先で全部張っちゃってるんで、結構バカしたんだよな。完全にバカしたんですけどね。まあ、バカしてね、修正するのがうちのチャンネルの、まあ、いつものことなんで。産業じゃね、へこたれはしませんか。ちょっと前に悲しいことがあったんで。揺れているのかと思った。喋っててもつまんないけど、アンパンマンの音楽かけようかな。ちょっともしかしたらね、まあ著作権的なのかもしれませんけど。ちょっともしかしたらね。ちょっともしかしたらね。ってるんだ。マジ。結構熱いな、これ。こっちの扇風機、身がね、使えると。物結構飛ぶんで、止めちゃってんだよ。反対側、ちょっと音だけやな。左側に置くか。赤い太陽揺れている地平線、あの影は何なんだ。いまだに少しは歌詞を覚えてるもんだな。僕らのバンマンゴー。どれかね、台車が足りないんだよな。なんでだろう。これは合ってる。なんかね、一個ね、この台車押さえが一個足りないんですよ、加工したやつが。どっかでも捨てたのか。俺も覚えてねえんだよ。恐ろしい砂男、震えが聞こえる。一緒に寝るやつはね、元に戻せば、またね、別に使えるんで。ストレッチって。中間車はね、ほんと号車番号だけなんで、楽なんだよな。あとはそうですね、これをもしやるとしたらね、座席塗りてえな。まあちょっと実車のね、中の座席知らないんで申し訳ないですけど。
間違えた。これでいいか。これでいいかって言い方してるかもしれないけど。結構何本も歌ってね。いってー、ひじった。それでもね、3分長くて4分なんですよね。結構短いんですよ。どれにしようかな。現在どれにするか悩んでます。それで選びながらいきましょうか。うるさ結構音でかかった。アンパンマンね、何年か前のね、映画の時にね、ゲストがこれフルに歌ってるんですよね。だから君は僕が微笑んでそば。あれ？あ、こうした番号何入ってるか。どうした？いたんでも優しい君は言って。あれ？待って、こうした番号もしかしたらデカルのゴミに巻き込んでるかも。いや、ちょっと巻き込んでるかもしれない。巻き込んでるわ。ちょっと取れたからよかったけど、まあ、車体の裏なんでちょっとぐらい気づけても大丈夫なんですけど。忘れないで夢をこぼさないで涙、だから君はあるんだ、どこまでも。そうだ、恐れないでみんなのために、勇気だけが友達か。優しい君は一見の夢守るため。早く過ぎる光る星は消える、だから君は浮くんだ、微笑んで。そば嬉しいんだ、生きる喜び。たとえどんな敵が相手でも。あんたの優しい君は、一見みんなの夢守るだ。ちなみに何分？ 20 分か。ちょっと無駄がりすぎた。あった、間違えた。ちょっとね、たまにね、出ないときあるんだよね、間違えて。とりあえずこれでいいか。次一応オレンジの修正しましょうか。よいしょ。これギリ外れそうなんだな、ここ。ちょっと無理やりやんないよ、傷つけたくないんで。いつもこれでね、無理やりやってね、ガチッって傷つけてるんで。ちなみに、これも？これも岡山駅っぽいな。これもしかしてアンプマンション2本とも岡山駅してたんですかね。後でシールを貼るときに確認すればどれかになりますけど、これ岡山駅っすね。岡山駅別にですか。
ハゲてんのかな、ここってもしかして。あ、違う、虹かこれ。ハゲてんのかなそしたら綺麗に両面ハゲてるわ。次何の技だ？これ知らねえな。ピントが合わねえからちっちゃい字見えねえんだよな、肉眼じゃなきゃ。雪の鈴なりに君の冒険でねんねん、アンパン、食パン、カレーパン、ジャムバタ、チーズ、ダダンダン、メダル、カワイイ、おむすびマン、歯磨きマン。それゆけ僕らのアンパンマン、メイケンチーズワンワンワン、気持ちが悪いなカビリンリン、アンコーラテンテンドンドンテンドン、あ、テンドン聞いてやべ、めちゃくちゃテンドン聞いた。騒ぎ友達アンパンマン、あ、入った。ドキちゃん、優しい顔のジャムおじさん、バタバタ走るよバタ子さん、みんなが大好きアンパンマン。よし、二つ目、おり。一つ目、4秒あったから時間かかったのか、そう考えると。で、こいつらの職業をどうするかね。一応今回、こいつらも全部貼り替えましょうかね。戦闘車、戦闘車。ちなみに、これは一応ね、シャバンさえ分かれば、検索引っかかるんですよ。現状2106番。
2106不明だ。一応松山社ですね。相方は2156番。なんだろう、張り替えてないだけかな。ちょっと待ってください。音楽かけてるやつにデータ入れちゃってるんで。2156、これ、シャワー変更ですね。後ろ2121に。ちなみに7月17日なんで、ちょうど10日ぐらい前か。四万十五号、特急四万十二号と5号、土日の間、2000系がダイソーと。車両が2156番と2121番。四万十二号から5号か。なるほど、ちょっと待って。四万十二号、5号。四万十二号。四万十二号は、四万十二号は阿波池田発高松行きっすね。で、四万十号が高松発、高知行きと。なるほど。四万十でいいか。確か四万十ならこの中入ってたはずなんで。入ってねえ。しょうがないで四万十抜くか。てっきり入ってるなと思って入ってなかった。そうさ空と海を越えて風のように走れ夢と本に連れて生きるひと飛びアンパンマンの君さ勇気を出して力を借りる裏きらめくよ君は優しい広さ大事なもの忘れて別途になったら好きな人と好きな人と手をつなぐそうさ夫婦と君をつなぐ虹の橋を渡れ。ちなみに四万十二号の座席表はちょっと待ってくださいね。確か JR 四国のその主な座席表のデータダウンロードしてるんですぐ出るんですけど、四万十二号と五号、あーでかくなっちゃった。四万十二号と五号どれだ？あ、これですね。四万十一号、二号、五号、八号。前より一号車が、指定席、後ろよりが自由席、自由席と。二号車自由席、ギリ余ってますね。意外と歌を歌いながら集中できるそうね、一人ごとブツブツ言うと結構集中できるわ。みんな尺30分ですけどね、あと残り1箱半なんで、まあまあギリギリっすね。1時間で終わればそうね、奇跡ぐらいっすね。ちなみに車番の改番まではできないんで、まあ、後で買いましょうかね。
ちなみに1号車の自由席余ってるんで、半分切ります。これ1号車自由席あったんだ。ちょっと貼ってありますね、1号車自由席だけ。まあ、指定席の方ないんで貼ってないですけど。あ、そこでガラス割れてるやつだ。皆さんもね、ガラス割れないように気をつけてください。元気を出して力の限りほら、きらめくよ君は優しい広さ。アンパンマン誰なんですよね。メイン何曲かに、まあ、その時その時の歌なんですよ。俺も正直あんまりアンパンマンの歌詳しくは知らねえんだよな。このあのメインの曲以外しかね。アンパンマン音頭89ってなんだろう。昔のあれかな。なんか昔、あ、そうです。昔のあれですね。懐かしいな。ひとつぜんアンパンにそれ命の本気が落ちてきて、そして生まれたアンパンマン。気持ちいい人を救うため空の果てまで飛んでゆく、それアンアンアンと聞いてアンパンマン。あぶね、今ペンマジだった。みんな大好きアンパンマン。それこれは高松行きかってことは、もう一個のこっちでしょ。でもあんまり詳しく知らねえな、めちゃくちゃハヌキの資料一個だけ出てきた。あれで甘いよ僕の顔。あれだっけ、やったっけ。やったないの、やってないの、わかんないな。どっちだ。あ、やってねえよな。あっち。サンサンサン。あれ、あぶね。随分頑丈に貼ってます。
太陽がさざんどこで来たっけ、これも島んとこ、食パンマンにカレーパンマン、サンパンパンにサンサンサンポ、一緒に行くサンポサンサンサン、非常にまだスカート一部ついてないことしてるから、このスカートもどうにかしていいんだよ。これも変われてんな。多分これは四国、四国じゃねえや、南風一号と多分四万十三号な気がするんだよこれ。サン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 、パンナがメロンパンナのお姉ちゃん、サン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 シーサンサン、これちなみに6号車に乗ってんだよな、なんだろう俺もまじ貼っといて分かってんだけど、危ねえ、こっち7号車っぽいんですよね。着席にはまだ、まあギリ40分か。そうね、ちょっと巻き巻きでいかないと間に合いそうね。まあ、だいぶ残ってきた方に関してはね、個人的にプライベートで修正しておくんで。まあ、どうせすぐにパス変えるわけじゃない。うわぁ、ちょっと待って。知ってる歌もあるけど知らない歌もある。あ、勇気の花開くときじゃん。懐かしい。懐かしいって言うと思います。勇気の花が開くって、多分ね、2000年代なんですよ。2000年前半、多分4、5年とかなんで。多分3、4、5かな。今から多分ちょうど20年弱ぐらい前なんで。多分アンパンマンの映画がね、俺と同期ぐらいなんですよ、確か。あ、これ奇跡貼ってねえ。抜き損だった。皆さんまだ確認時間抜きましょうね。抜き損になっちゃって。先にこれか。なかなかで不自然で僕はそこにいるよ。勇気の花が開くとき僕はそれを、こっちを貼ってやるわ。君を助けるから、でこれだと映画になったら一気にテンポ速くなるんですよね。どちらかというとこの歌は、ね、映画版の方が好きなんだよな。で映画版でも、ね、1期2期あるんですよ。で俺はどちらかというと2期版の方が好きなんですよ。すっごいわがまま言うてね。何気だ見えねえんだよ。高松行きか、高松行きか、かぶっちゃったな、ちょっと待って。高松行きさっき余ってたっけ、ちょっと待ってください。もうさ、あんまりこのランプあんまりしないで、ランプだけでさ、5箱あるからさ、あ、確かに、あれ確かに高松行きこっちだな。シールが出てこない。ちなみにさ、これ映画版ない。ちょっと待って、映画版探させて。尺的にはまだ40分か。
これなんだっけ、勇気のやつかな。勇気の花が開くときで。映画バージョン、映画バージョン、こっちかな。違うわ。どっちだ。こっちかな。あ、こっちだ。ところで誰かが泣いてる声が聞こえる泣かないでくじけないで僕はここにいるよ雪の花が開くとき僕は空を飛んでいくからきっと君を助けるからあいたいまであれ？あれ？声が聞こえる恐れるな雪の花が開くとき僕が空を飛んでいくからきっと君を助けるの中で声が聞こえる元気を出せ4号車自由席に乗ってるのこいつ誰だろう今日コーチ車なんですよね分からん。とりあえず抜くか。多分こっちやってことは多分何分っすかね。ちなみに高松行きっすね。これ以上高松穴開いてるとこねえんだよ。いいや、とりあえずなんか適当に見ましょうか。入ってもしょうもないんで。何の歌だ今の CM チャーラチャチャああれかなんだっけロンドバッシュあ違うかわかんないあんまり俺詳しく知らないんだよもう一回なんかそこだ見てなかったかどのマントが分かってる僕の名前はアンパンマンあの中はあんこだなあんたはないだけじゃないこんなに人にやられてもあれなんか本にあった僕たち三人揃ったら
この世に恐れるものはない、アンパンマン、食パンマン、カレーパンマン、僕らはヒーロー、やっとヒーロー、行くぞ無敵のトリプルカード。これがラストっすね。一応これね、蘇生的には無理やり作った南風4号っすね。確か何年か前に、アンパンマン列車のダイソーで、なんか2150が頭で入ったらしいんで、それで蘇生したんですけど。ちなみに食パンマンの昔知らねえんだよ。ドキリじゃん。読んでいるかな。あ、どうした？アンパンマン、食パンマン、カレーパンマン、僕らはヒーロー。あれ？行くぞ無敵のトリプルパンチ。ちょっと1号車の自由席貼り直すか。だからもうずれちゃったんだよ。これ余ってるやつの1号車の自由席と自由席の余ってるやつかっぱらったんで。ずれてるんですよ、これ。無理やりくっつけたんで。やっぱりずれるな。アンパンマン、食パンマン、カレーパンマン、僕らはヒーロー、優しいヒーロー、行くぞ無敵のトリプルパンチ。こっち側は大丈夫そうなんだよ。あ、こっち側はダメっすね。いや、これ張り替えよう、しょうがないから。そしてまたセット買えば1号車の指示席手に入るんで。それに切ってるんでね、ずれちゃうと集積聞きづらいんで。違うけど仲良しさ。どんなに並んでいるのに離れているのだろう。ちょくたち三人そろったら、この世に恐れるものはない、アンパン、食パンマン、カレーパンマン、僕らはヒーロー、優しいヒーロー、行くぞ無敵のトリプルパンチ。なんかこの顔でこっちに何分ってやると入ってるか。なんか珍しいね、やっぱり。基本的にこれって戦闘車で出るとしたら何分はありえないですからね、基本的に。そうですね、まあ石槌か、まあ四万十か、あと上海かなんで。そうですね、これの何分はめちゃくちゃ貴重なんだよ。まあ知らないけど、そうですね、俺が物心ついた時にはこいつも引退してましたからね、まあ、つい最近ですけど。これは、そうですね、4号車の重積はそのまま使いましょうか。なんだろう、ちなみに。そうですね。
やったよな。やったわ。まあいいよ、これで。これやるんだったらどうせあっちにするか。ちょっと難しい。確かタイムバー振った新しいバージョンが俺持ってるんで。アンパンマンのことっけ。アンパンマン。アンパンマンで、タイトル名が。ブラックノーズと、あ、魔法の人とか。これのタイムバーが。さっき俺の指紋が反応しないんだよね、その。これもちなみにお買い物行けた。何が君の幸せ、何をしてわからないまま終わり、そんなのは嫌だ。やめないで夢はこぼさないで涙。だから君はいつもどこまでもそうだ。恐れないでみんなのために、愛と勇気だけが友達さ。アンパンマン優しい君は一見みんなの夢守るため。最後これか。これなんかあったよな。生まれて何をしてるのかわからないなんて、そうなのは何を生きることで熱い。これも岡山駅っぽいな。あ、くしゃみ出そう。えっ、早っ。思ってるはずだね。どんな痛んでも、ああ、アンパンマン優しい君は、いいけん、みんなの夢守るため、時は早く過ぎる。光る星は消える。だから君は僕の微笑んで、そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえどんな敵が相手でも、ああアンパンマン優しい君は、いけみんなの夢守るため。外れないようにだけ押し込んで、結構ね、こうやってね、映画でね、その声優、まあ、主役の声優がこうやって歌うの俺意外と好きなんだよね。多分この時しかないんですよ、俺探したのがこれしかなくて。でこれ最後みんなでエンディング歌うか。僕らもアンパンマン、ドキドキさせるよ。ちなみにこれ今回ね、潮風一筋のセットでして買っちゃってるんで、どうしてもやっぱり南風とね、四万と、まあ、あの4期3蔵の、ね、種別が入ってないんで、まあ、ちょっとね、そのステッカー、まあ、変えたら、ちょっとそのステッカーも買って、まあ、そうですね、春動画、また撮ってもいいかなと思いますんで、ちょっと一回動画撮れるか。長く。まあ、そうですね、とりあえずは、現状そんな感じっすかね。まあ、一応、ここにね、ある程度の書籍が書いたんで、まあ、ちょっといつね、引っ越したかによって、まあ、ちょっと変わっちゃいますけど、まあ、基本的には、なんだろう。まあ、ある程度の。まあ、松山社だと、結構今回ナンパマリシャ作るとしたら、松山社が謎で増えちゃったんで、結構ね、そうね、アンパマリシャさんね、全部はね、作れないと思うんで、まあ、コーチ社の方。まあ、コーチ社が結構ね、一応アンパマリシャが11両一発なんですよ。だいたい南風、潮風一筋で。7+2か。で、9両編成なんで、
あ、違う、ごめんなさい。4たす3か。4たす3の給料編成と、違う、つって、4たす2か。あ、違うわ。3たす2たす2か。一応なんか、潮風調べたら、2両編成プラスなんか5両のメインなんですけど、まあなんかその5両でも3たす2って分かれてるみたいなんで。一応、分かりやすく書いたのは、一応、潮風15号、岡山1号、潮風15号、3号、5号車、石槌の8号車、石槌の、7号車と、あとは潮風の、4号車、2号車になるんで、まあ、そんな感じで、まあ、ある程度の号車番号だけはね、一部決めた車両もいるんで、まあ、あとは、そうですね、分かりにくいです。まあ、めんどくさいです。こういう感じの、四国8000系もありますんで、一応8000系のもね、まあ、集めたいなと思うんですけど、いかんせんね、種車がね、8000系の方は、マイクロしかないんでね、まあ、2000系の加藤がほんと直近1年だったらしいけどですよ。8000系はね、マイクロから最後にだから3、4、5年ぐらい前、4、5年ぐらい前なんですよ。ちょっと俺が YouTube やり始めた時に、遅れてた。とか、ポットで出てたのが多分、あの時の8000系だったはずなんで、ちょっと調べてみようか。確かね、8000系はね、俺が YouTube やって直後に出てきたんだよ。商品リスト。特急電車。間違った。平時の原作。そうです。一応、リニューアルの8000系、が出たのが、一応、潮風で放電とかあって、2018年なんで、まあ、俺が YouTube 始めて、あ、俺が YouTube やり始めた時に製品化かな、多分。2018年4月の発売なんで、多分、ポスター的にもそうですね、多分2017年の、年末ぐらいだと思いますんで。2017年。潮風一結構目立つんで、多分そこまで拡大しなくても、わかると思うんですけど。あ、2000系再生産がかかってたんですね、ちなみに。知らなかった。上回あ、上回っすね。あ、でも大窓の時代なんだ。画像が小窓だから、ちょっと紛らしいっすね。いいですね。画像はね、末期の小窓なんですけど。これはデビュー当時の大窓なんで。懐かしいの大窓は。まだ、加藤から大窓出てないんでね。あ、8000系これっすね。4月か、ちょうど販売されたのが。そして、四国8000系特急施設法典、パンドグラス適用した現在の姿。それプラス、潮風法典五両先生。こっちも、1号車に。変更された現在の仕事。だから多分ね、このセット買えば、まあ、アンパンマルチつけるんですけど、いかんせん種車がね、税込み4万ちょいなんで、まあ、約5、まあ4万6千ぐらいと。結構高いですよね。結構高いですよね。299596か、ちょっと覚えとこう。そうですね、ちなみに再生産かかったらね、まあ、そうですね、ポポンで2割引で買ってもいいと思うんですけど、予約して。結構多分ね、8000件はね、予約しないと買えない気がするんだよな、俺。そうね。まあ今年はね結構、まあ今年ってかそうですね、今ちょうど7月なんで、まあ、まあ上半期終わったんですけど、まあ、まだね、上半期でも下半期も1ヶ月終わるんですけど、今年はね結構ね、N ゲージのその、大手4社の予約が全部残ってるんですよ。例えば、来月は加藤の WeGo があって、わかりやすく言うと、来月は加藤の WeGo。まあ遅れてなければ、多分遅れてないですよ、まだ。加藤の WeGo と、どこだっけ。あれ ?WeGo はね、あ、出ました。加藤の WeGo と。で、一応 GM はね、東京がまだ1本残ってるんですけど、あとね、ゴミックスが、ロマンスカーかな。ロマンスカーが確か12月だっけ。しかもロマンスカーがね、10月か12月だった気がするんですよ。あの5万系確か12月だった気がするんだよな。だから東急と被るなと思ったんですけど。ロマンスカー。ああ、違うわ。確かロマンスカーは変なランプがついてるはずなんですけど。あれねえな。ページの検索。VS。あ、VS ごめんなさい。10月ですね。10月は現状、加藤のあれか、外車と、ごめんなさい、300系とかバレたか。で、一応これで、まあ、大手、ですか。一応、はさ、まあ、あるんですけど、マイクロはね、一応、今年、まあ、浅草線とか芝山もね、予約しますんで。あと、まあ、GM が、そうですね、年末年始で、まあ、東京の8500系、まあ、さよなら増えてたんで。結構今年はね、本当に、新品のエネルギーラッシュがついちゃってるんで、ちょっと今年はね、中古のエネルギーが全然変えてないんですけど。まあ、そんなところかなと思いますね。一応、そうですね、まあ、なんだろう、そんな遠くならないうちに、本当アンパンマルシェってこれ来年の企画なんで、まあ、本当は2023年にシール買いたいんですけど、まあ、そうですね。早いうちにね、シールぐらい押さえとかないと。まあ、多分、どうなんですかね。アンパンマルシェ作りたいんだったらね、俺のおすすめとしてやっぱりこの7両セット1本買って、まあ、なんつうの、ちょうど前4両と、まあ、2両編成が作れるんで、この南風と、まあ、上回って感じで。結構この4両編成、7両編成おすすめなんで、まあ、これ買ってもらえればと思うんでね。まあ、もし行き先シールしてるとね、まあ、俺みたいに多分行き先シールだけ、まあ、別途買うと思いますんで。そうですね。そういう感じにはなるんですかね。まあ、ちょっと現状俺もね、詳しいことわかんないんで申し訳ないんですけど。そうですね、加藤のホームページ見たらね、まだ南風のシールって在庫ないみたいで。あれあったっけな。確か加藤の、あ、加藤のページ、南風の在庫あるんだ、確か。ちょっと待ってくださいね。ホビーセンターか。
2000系。1552ってなんだ？ちょっと気になる。何にも関係なかった。2000系ってのがね、あの四国の方がいいかな。そうですね、加藤ってそうそう四国車が出てないんで、多分四国で出てると思うんだよな。一応、それ業者の方にもまだ N ゲージ残ってるんですね。あ、やっぱりそう、南東シールはこれ N2000 か。N2000 系単独だと。あ、一応、3両セットのシールとか残ってますんで、まだ。4両編成の方残ってるのかな。あ、4両のは分かってないんで、一応3両の方がちょっと見させてもらおう。あ、画像ねえのか。6134121。今に在庫あるっぽいね。画像だけ見せてもらえる？入ってんのがあるから、多分南風とか、四万十なのかな、ナネルセット4連戦線、まあ、詳しいことは分かんないんであれなんですけど。あ、全面フォロー、全面フォローいらねえや、予備車結構あるんで。あ、これ欲しいの？これ。あ、これシールか。そうね。待って、これ欲しいんだけどさ、これ全面パーツなんだよな。入ってんのが、四万と上貝足摺り渦潮か。俺絶対使うのがここっすね。四万と上貝を使うんですよ。あ、渦潮はね、どちらかというと N2000 系なんで。まあ、足摺りは絶対使わないんで、あれなんですけど。これなんだろう、景品特選かな。終わった、本当に景品特選だった。でもこれあるっすね。なんだっけ、名前出た。ジオテックスか、多分そんな感じなんで。まあ、とりあえずね、そうですね、まあ、一応加藤の方でね、第一通販はしますんで。倒木って言ったけど、全然そんな派手な倒木じゃなかったんだ、京急なんだ、事故。確か600系が倒れたこと俺知ってたんですけど。まあそんな感じなんですかね。まあとりあえずそんなところなんでね。まあ、さすがにいつになるかね、俺もあの、わかりませんけど、一応まあ今回買ったパーツって、あのシール買ってないんで、まあそうですね、シールは別に買うか、一応でもセット買えばね、シールついてくるんで、まあシールは別にね、最悪セット買えばいいかなっていうのを思ってますんで。まあそんなとこですかね。そんなところですかね。そんなところですかね。とりあえずね、パーツが届いたらね、ちょっとあの、一応今日はね、28日の木曜日なんで、一応昨日の夜に、ね、注文しますんで、まあおそらく今日、朝一か、まあそうですね、で業者さんから、まあ加藤から連絡来て、一応まあ在庫になりましたんで、まあその準備しますよって感じで連絡来て、多分発送の連絡が多分その後来ると思いますんで、まあ届いてからね、多分動画撮ると思うんですけど、多分その後すぐにはね、ちょっと公開できなくても、まあパーツ関連でね、ちょっとあの動画止めちゃうんで、まあ、一応、そうですね、いつになるかわかりませんけど、まあ来週の、まあ今日一応、今日が一応木曜日なんで、一応今日木曜日なんで、ね、まあ来週の木曜日か金曜日にはね、ちょっと紹介できたら、そうですね、その動画になると思うんですけど、まあ一応ね、全部前にもね、あの、なんだっけな、もう、あれですよね、JR 九州のか、あの、アランズ九州か、あの、鬼滅の刃するためにちょっと動画止めたことあるんで、まあちょっと今回もね、あれですけど、ちょっと動画止めさせてもらって、っていう感じにはなるかなと思うんで、すいませんが、ご理解ご了承のって感じでございます。というところですかね。じゃあ、とりあえず、そうですね、あとは、ケールかプラカも全部しましたし、スカートないやつはね、スカート手配するしかないんで、まあスカートもちょっと探すとしてっていう感じにはなりますんで、お待ちください。と。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。